はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。です、はい、今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのケルベッツです、前回のね、メタルファイトベイブレード、このビッグバンペガセス、この動画の最後でちょっと予告してました。早速開けて遊んでいきましょう。はい。おお、なんかかっこいいね。じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがヘル・ケルベックスだね。はい、まずこちらがフェイスでしょ、うん、でクリアウィールとメタルウィール、トラックで後ろにボトム、これもくっつけてありますね。はい、じゃあセットしてみようか。うん、よし、よし、オッケー。ということで完成しました。こちらがヘル・ケルベックスだね、うん、すげえね、金でかっこいい、すごっ。今組み立てたのはこれがぴったり合ってるブーストモードってやつだね、うん、これ持久がいいみたい。おお、一回これでシュートしてみようか。うん、ゴーシュ。おお、なるほど、こんな感じだ、うん、はい、こちらがノーマルモードですね、うん、さっきと比べてここに隙間ができたね。おお、このトラックが上下逆になってる感じですね、うん、はい、でこれはアタック系みたいですね。はい、じゃあシュートしてみようか、これも、うん、ゴーシュシュ。あー、これだ、なるほどね、うん、これはだから今ベイブレードバーストのスタジアムでやってるから多分違うんだろうね、うん、メタルファイトベイブレードの、スタジアムってこういう感じじゃないじゃん、もうちょっと湾曲が薄いんだよ、湾曲が緩いのかもしれない、うん、ブーストモードにしました、はい、これだったら多分まともにやれるでしょう、うん、せーの、 3,2,1 ゴーシュ。お、いいね、いいね。おお、まだ3,2,1ゴーシュ。よし、いけ。あ、もうあれになったのが、リブートじゃなくて、なんて言ったっけ、ブーストか、ブーストか、ブーストって言うんだっけ。時給になったらパパの方が強いんだよね、これ、うん、イエーイ、3,2,1ゴーシュ、いけ。おこういうブランクした、わあ、結構、あ、ちょっとやばい、もうないか。よし、 3,2,1 ゴーシュ。あー、またお前、 3,2,1 ゴーシュ。おっと、危ない、うん、やっぱ音が違うね、全然やっぱね。あ、ファイナルドライブ、ファイナルドライブ、いけ。でも大丈夫、大丈夫、あー、イエーイ。じゃあ僕はダークウォルフに変えます。はい、3,2,1ゴーシュ。さあ、お互いにこれはもしかしたらディフェンスね、自給系かな、うん、あ、優しくタッチしてる、カンカンカン、うん、静かなもんだな、こりゃ、うん、戦う気配がない、うん、全く当たった。お、キーンっていった、おキーン、うん、あ、でもすごいね、メタルな音だな。ヘルゲームックスの方が強いんだよ。おー、いい音、うん、あ、どっちが勝つのこれ、うわー、 3,2,1 ゴーシュ。ちょっと斜め打ちにしてみたよ、うん、でも変わんないから、おっ、うわっ、ちょっとカウンターだったよね。よし、よし、よし、あ、でもその分パパ回転が落ちてる、よし、これはいける。あー、やばい、あー、よし、 3,2,1 ゴーシュ。あー、これはまた同じ展開だな、様子見ですね。でもいいね、メタルファイトは音がいいね、すごくいい、なかなか当たんないな、当たんないね、牽制してますね、この音だね、いい音だね、うん、これメタルスタジアムとかなかったかね。あー、確かに、そしたらキンキンキンそうそうそう、外側にさ当たった時もさキーンってなったらすごいいいよね、うん、お、いい音、そしてパパの勝ち、あー、 3,2,1 押して、よし、よし、2人とも斜め打ちした、うん、だけど一緒かな、一緒だ最初の一撃がさ決まんなければもうしょうがないね、これは。
最初の一撃でどんな感じになるか決まるんだよね。すごいな。それにしても持久力が半端ないね、うん、遠心力が強いからさ相当なんじゃないのこれ。普通に回したらベイブレードバーストよりもはるかにもあるんじゃない、うん、なるほどね。こんな感じとは思わなかった。よし、おー、3、2、1、押せる。あー、やっぱりそんなのか。あ、でも変わった。いいよ、いいよ。ちょっとカウンター当たって、でもこれでオーバーしたらいいんだけど、しなさそうなんだこれは。おっ、カウンター当たるけどね。よし、よしよしよし、いいな、いけ。よし、お、今の動きが。おっしゃー。はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのヘル・ケルベックスでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録よろしくね。ということで、おー、負けちゃったね。実はもう一つ買いました、ファントムオリオン BD ってやつ。これね、コメントで教えてもらったやつなんだけど、ベアリングが入ってるベイですごく時給があるんだって。それ、うん、これはまた次回入れたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。